時代上限に山です。はい、ただいま4月20日水曜日の午前4時56分ですね。はい、先ほどね友達ゲーム3を見終えて衝撃でしたけども、昨日ですね見終えた過去アニメ、これむちゃくちゃ笑けて急にいい話が来たりするんですけども、ちょっとこれ紹介したいなと思ってね、この時間ですけども、動画撮り始めました。はい、昨日僕が見終えたのは、このアニメです。どうぞ。はい、魔乳秘剣帳。まあもうタイトルに父っていう字が入ってる時点で、まあちょっとエロいんですが、僕はこれをね、多分気になるリストに入れてたんですよ。Dアニメストアのかなり前の方に。で、主演の、魔乳千草が、寿美奈子さんなんですね。で、僕は田中明日香先輩好きなんで、響きほにゃむの。あと、軽音のね、麦ちゃんですよね。寿紬。で、なんとね、もう一人ね、その、魔乳千草の、もう一人、そば使いのものがね、豊崎亜希さんなんですよ。完全に軽音メンバー。変えれてるんですけどもね。はい、この二人が、まあ、活躍するアニメですけども、あらすじを言います。はい、放乳は富であり絶対。放乳、豊かな父ね。放乳は富であり絶対。貧乳は人にあらず。時は太平、江戸時代。徳川幕府の治める理不尽の治世。幕府の中にあり、政治を支え、資格を操り。多く放乳を育む絶大な権力集団があった。その名は魔乳一族。魔乳流の権威は体を抜け乳を断つ。門外不出の秘伝書には放乳美乳を育むための古今東西あらゆる術が記されているという。そんな乳こそがこの世の断りという時代、魔乳の里で当主の末子として生を受けた少女千草は、魔乳が作り上げた理不尽な世を正すため秘伝書を奪い里を抜ける。魔乳一族の執拗な追手に一歩も引かず、お月の楓とともに千草は世直しの旅を続ける。すべては母の教えを守るため、そして父が断りを正すため、今日も千草は豊かな乳房を震わせて必殺の剣を振るうというね、もうあらすじからしてアホなんですが、めちゃくちゃ笑えますこれね。ちょっと僕は D アニメストアで見たんで、もう光だらけなんですけどね。感想を残すために検索した、ところでは無修正の画像になってたんで、あ、こうなってたんかとなるんですが、まあ、まず1話でね、ちょっとネタバレしますけども、その千草が秘伝書を持って逃げ出すわけですよね。その魔乳の里というもので、それを、まあ、いわゆる異母兄弟、母の違う姉の影房というものが追うんですが、その時に、その楓ですね、そば使いの楓が、千房を逃がすわけですよ。ちょっと妨害して、はい、するとね、この影房がですね、千房をいたぶるわけですね。そっち系のいたぶるわけですよ。まあ、光めっちゃ入ってて何やってかわからんのですけど、まあ、これに関しては、その画像で見て、ああ、こうなってたんかとなりましたけどもね。で、そんな楓が、まあ、その千房に、まあ、追いつくわけですね、途中で。で、1話では、その影房がね、いわゆる父、内父と内首みたいに、内父と言って、影房はその農民の娘とかから、その放乳な農民の娘たちから、父を奪ってるわけですよ。で、その乳切りというのができるんですけども、乳切りという刀があって、さっきもこのあらすじに書いてたように、体を抜けて乳だけを切るというね、技ができるわけです、魔乳一族は。で、それによって影房はその、まあ、理不尽に乳を奪っとるわけですよ。はい、まあ1話では、まあ、そんな影房と、にその乳を奪われた農民の娘、この、千房がね、逃げるときに、影房に一撃、ちょっと銃で撃たれて脇腹を負傷するんですけども、で、崖から落ちて川を流れていって、そこの行き着いた先で、まあ、助けてもらったんですね、女の子に。で、まあ、一週間ぐらい世話してもらって、世話になったな、と言うんですが、この、女の子が洗濯をしてるときに、一枚ちょっと布が飛んでいって、木に引っかかるんですよ。それを千房が刀を使って枝をえいと切った時に、刀に乳切りの文字が見えたもんで、この女の子は、あ、こいつ魔乳の女やなと分かりながら、まあ千房を解放してあげる。で、別れ際に、別れの前に、まあ、飯を食ってる時にね、千房に飯を食わしてる時に、お前のせいでと
まあ、要はその父を奪われたことで、さっきも書いてたように貧乳は人にあらずという世界なので、両親がね自殺をしてしまうという、まあ、悲惨な目に遭った村娘なんですけれども、まあそんな村娘をこうちょっとチーフさんはね、まあ、ちゃんとこう諭して、うん、まあ結果的には仲良くなって出ていくんですが、その出た瞬間に影ふさが襲いかかってくるわけですね。やはり生きてたかチフサと。で、まあそんな影ふさとチフサが一騎打ちになるんですけども、チフサがまあ強いわけですね。で1話で、チフサは影ふさの父を奪うんですよ。すると奪った分むっちゃでかくなってきてっていう感じで、はい、このヒロインのチフサは要はその魔乳の追っ手の父を奪うたびにこう大きくなっていってしまうと。でこれを果たしてどうにかせなあかんっていう問題も出てくるわけですね。この父が、父こそがこの世の断りという、まあこの世を正していくんですけども、というまあ物語になってまして、まあおもろい。その蕎麦使いの楓がめちゃくちゃおもろいんですよ。で蕎麦使いの楓はそのチフサ様って追いついてくるんですけども、もうぺったんこになってる。これなんでかというと、その裏切り行為によって、内乳を受けるわけですね。内首ならぬ内乳を。で、内乳を受けて、もうぺったんこになってしまって、まあ、楓は、その、でかくなっていく、チーフさが羨ましくて、めっちゃその、揉んだり、いろんなことしよる。これがおもろい。もう、ほとんどギャグですからね、これ。ただね、そんな中で出てくる、3話で出てくるね、三重藩の、藩主、お殿様。まあ、三重鳩宗というのが出てくるんですね、おっさんが。この三重鳩宗がおもろすぎてね。その、まあ、三重鳩宗に、その、なんていうかな、ちょっと3話のあらすじを読むと、ね、ちょっともう用意してるんですよ。3話、アホほどおもろいんでね。これ3話ね、ちょっとあらすじだけ言うと、父自慢の娘が夜に出歩いていると、いつの間にか気を失い。目が覚めた時には 父だけがしぼんでるという怪奇現象、父隠し。空腹で生き倒れた二人を助けた与田八は、父隠しで父を失った佳代の代わりに、父自慢を競わせ、その美乳を放乳の神様に奉納する三重の国の伝統行事、父振り祭りに出てほしいと、チフサに頼むということで、このチフサと楓がね、金なさすぎてぶっ倒れるんですね。で、ぶっ倒れてバイトを始めるんですけど、これ江戸時代ですよ。江戸時代なのに、どんなバイトやねんっていうバイトをやりよるんですね。なんか、フーターズじゃないかな、なんかそんなあれですか。そういうバイトを始めるんですけども、ここでまあ、チフサのこのバイトのシーンがむちゃくちゃもう腹ちぎれるぐらい笑ったんで、あとこの父振り祭りがめっちゃおもろいんですよ。で、この、三重鳩宗のおっさん。このおっさんがね、この3話で出てくるお殿様で偉いんですけども、これがね、後にも出てきてね、あ、マジかお殿様っていうシーンが出てくるんで、ちょっとぜひ見てほしいですね、魔乳飛検場。で、5話が、神回です。あ、5話じゃない。6話がまた大爆笑回で、9話がね、めちゃくちゃいい話なんですよ。9話ね、このアニメにふさわしくないぐらいいい話になるんで、めっちゃしんみりします。で、まあ最終回は、まあ、ちょっとね、僕は2期あってほしいなと思うぐらいの内容でした。で、まあ正直、女性が見たらちょっとね、ドン引きするんじゃないかと、まあ2011年のアニメなんですけども、やっぱり貧乳は人にあらずというのがね、ちょっと今でやったらやばいんじゃないかなと思うんですけども、うん。で、まあ結果的に、影ふさとちふさの関係がどうなっていくのだとか、その魔乳の追手でもまたややこしいのが出てきたりだとかね、ここに野戸まみこさんがいますんで、うん。まあちょっとこれ見てほしいです。もう、まあ、アホほど笑いましたし、今ちょっと僕は D アニメで規制入ってるんですけどね、ATX 版やったらちょっと規制が緩いだとか、あるみたいです。まあ僕はなんか画像で、あ、こうなってんねやっていうのは分かりながらね、見ていましたけれども、まあそれでもおもろい。もう光り方がもうすごすぎて、おもろいです。ぜひね、D アニメストアで見れますから、ぜひね、マニオフィケンチョ見ていただきたいと思います。で、また、寿美奈子さんのね、ちょっとそういう、セクシーボイスが聞けるシーンがあったりするんで、
はい。で、僕はあの、ことむきみなこさんはね、あの、冒頭でも言ったように、田中明日香先輩の声でね、めちゃくちゃ好きなキャラなんで、あ、キャラじゃないわ、声なんでね、うん、あ、こんな声も出せはるんやな、っていう感じで、あの、ただただ、ま、もちろん、あの、ま、一応メインはエロですけども、僕はどっちかというと笑いの方が上でしたね。エロが3、笑いが7かな。感動 0.1 ぐらい。その9話がね、すごかったです。はい。ということで、あの、ほんまにバカほど笑える、あの、まあ、おっぱいアニメですね、これはね。ですんで、ぜひ見てやってください。はい。以上ですね、紹介動画でした。過去のね、アニメリアクションは撮影しておりませんので、これはもう紹介したいと思ったんでね。はい。あの、ぜひ見ていただけるとありがたい。またね、見た方は、コメント欄に感想とかいただけるとね、ありがたいです。はい、以上ですね。アニメリアク職人ごとマジ大道芸人ハマーでした。はい、最後までご視聴いただきまして、誠にありがとうございました。で、僕の詳しいことはすべて説明文に書いてますんでね、ぜひとも読んでください。お願いいたします。はい、最後までご視聴ありがとうございました。よかったら、高評価、チャンネル登録、お願いします。それでは。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録、よろしくお願いします。